ジョディ・オークランド・ウィテカーは、イングランド出身の女優である。2006年の長編映画、ヴィーナスで映画デビューし、この作品で英国インディペンデント映画賞、サテライト賞にノミネートされた。2011年のカルト SF 映画、アタック・ザ・ブロックやアンソロジーシリーズ、ブラック・ミラーのエピソード、人生の奇跡のすべて、クリス・チブナル制作のテレビドラマ、ブロードチャーチ殺意の街などが高く評価されている。2017年7月には、イギリス BBC のドラマシリーズ、ドクター・フーで、13代目かつ女性として初めてとなる、ドクター役を演じることが明らかにされた。ウィテカーは、ウェストヨークシャー、スケルマンソープで育った。同州のシェリーカレッジに通った後、ギルドホール音楽演劇学校に進学し、2005年に演技部門の金メダルを取って卒業した。ウィテカーは2005年にシェイクスピアズ・グローブで上演されたザ・ストームでプロデビューし、以来映画やテレビラジオ番組、舞台演劇などで活躍している。2007年には急病となったキャリー・マリガンの代役としてロイヤルコートシアターのカモメに出演し、またアルメイダシアターでの慈善興行にも出演した。ウィテカーにとって初めての大役となったのは、映画、ヴィーナスで演じたジェシー、ヴィーナス役である。2008年には、スティーブン・ポリアコフの戯曲ブラインデッド・バイ・ザ・サンのラジオ番組版に出演したほか、ジュディス・フレンチによるオリジナルラジオドラマ、アンシーン・オーステンでは、リディア・ベネット役を演じた。2009年には、映画オーリー・ケプラー、S・エキスパンディング・パープル・ワールド、BBC2 のドラマ、ロイヤルウェディング、短編映画、ウィッシュ143に出演した。うち、ウィッシュ143は、第83回アカデミー賞で、アカデミー短編映画賞にノミネートされた。2009年には、アイルランドのコメディクライム映画、ペリエズ・バウンティに出演している。2010年には、映画、キッドに出演したほか、BBC のドラマ、アキューズドで主演した。2011年には、サラ・ウォーターズの夜、憂いを映像化した BBC のドラマでビブ役を演じ、同年にはカルト映画、アタック・ザ・ブロックにも出演した。2012年には、ミュージカルコメディドラマ、グッド・バイブレーションズに出演している。2013年3月から4月にかけて、ウィテカーは ITV のドラマ、ブロードチャーチ殺意の街に登場し、シリーズ終了の2017年まで3シリーズにわたって出演した。2014年1月には、実話を元にした ABC のスパイドラマシリーズ、アセッツに出演した。2017年7月16日、BBC はドラマシリーズ、ドクター・フーの新ドクターとして、ウィテカーを起用したことを発表した。彼女は延べ13代目のドクターとなるほか、女性として初めてドクター役を演じることになり、2017年のクリスマスエピソードで初登場するとされた。彼女の新ドクター就任に伴い、ブロードチャーチを制作したチブナルが、同シリーズの制作総指揮並びにヘッドライターに就任する。キャスティング後、秘密を守るため、夫やマネージャーとは、ドクター役を示す不調として、クルーリーを用いやり取りしていたという。白人男性キャストばかりだったことから、彼女のキャスティングには多くのファンから絶賛の声が寄せられたが、疑問視される声もあった。女性初のドクター役について、彼女はインタビューで次のように発言している。今は本当にワクワクする時代で、ドクター・フーは変化することのワクワク感を体現する存在です。ファンの皆さんはドクターのいろいろな変化をずっと経験してきた。今回のこれは単に新しくて今までと違った形の変化だというだけで決して怖いものではないので、ドクター・フーリプレゼンツエブリシング・ザット・エス・エキサイティング・アバウト・チェンジ・ザ・ファンズ・ハブ・リブド・スルー・ソー・メニー・チェンジズ・アンド・ディス・イズ・オンリー・エー・ニューディファレントワン、ノットエフィアフルワン、英文、テレグラフ、日本語訳、BBC ニュースジャパンより、引用2020年にラジオタイムズが行った人気投票では、ウィテカー演じる13代目ドクターは、読者投票で10代目ドクターに次ぐ第2位の票数を記録した。2021年7月29日、BBC は、ウィテカーとクリス・チブナルが、ドクター風を降板することを発表した。両者の降板は2022年で、降板前に3本のスペシャルエピソードが放送される予定。ウィテカーは2008年にアメリカ人俳優のクリスチャン・コントレラスと結婚した。2015年には第一子が生まれている。甥っ子にあたるハリー・ウィテカーはダウン症を患っており、2014年に3歳で亡くなるまでソープオペラエマーデルでダウン症児のリオ・ゴスカークを演じていた。ありがとうございます。